はいでは4月号をやっていきます。えっとですねポイントとすれば転接ですね今日は説明するのは転接の角の部分とあと払いですね右払い左払い説明していきます。転接は止まったところがスタートになります。止まったところがスタートですねここもそうで止まって圧度を加えていって止まります。そして止まったところからスタートしてまっすぐと。えー 押さえつけないように気をつけてくださいあと左払いですね左払いここが、えー、割れてしまわないように少し軸を左向きに少し軸を左向きに倒します進行方向に倒す感じですそうすると、えー、毛先がきれいにまとまるのでやってみてくださいあとは右払いですね、えー、右払は逆に押し込んでいく感じになります押します押していきます止まってから押し出していきます 同じ力で押し出していくっていう形でやってみてください、はい、ではこちらもそうですね太く細く太くですね細くここで止まって転節です角の作り方はなかなかね難しいんですけどしっかり止まって止まったところがスタートポイントになりますここもそうですねしっかり止まったところ が止まったところからスタートトポイントで縦をいていく細く太く細太ですねで、えー、ここなんですけど少し筆先をこう集中させていくというかまとめていく感じでね少し絞っていく感じにすると、えー、口の場合特にここがすっきりしますねとあとは左払いですねしっかり毛先を揃えるように毛先を揃えるように。 先が割れないように気をつけてね、えー、ここだけ注意して書くようにしてみてください、えー、続いて段下台ですね段下台は粗密ですねまばらとあとは密集させるですねこれを意識してもらっておのずと密集するところは文字が小さくなります大きくなりますで意識するのは白ですね余白ですねでこっちはやっぱり書かれた黒い部分を意識するという感じでちょっと密集させていくので文字が小さくなって黒く見えますという感じ なのでこういうところもね思いっきり詰めてもらって詰めてもらってね変いてもらったらいいかと思いますこういうところもこういうところの白ですね白をちょっと注意しながら少し少なめ小さめに変いていくっていう形ですねでそれでは逆にこちらの方になると穂先を筆先を逆にするとかすれやすくなります今ね こういういかすれにくい用紙でも逆に用紙で筆を運ぶとこういうふうにかすれが出るのでかすれを出しながら白い部分ですね白い部分をどこかに目立つ部分を作るという意識でこちらは黒い塊を作っていくっていうイメージでやってみてください。はい、続いてガントでですすね。ね。縦角ののは縦縦き方一回絞って でもう一度圧を加えていく感じ、えー、指を使って引きからついて立ち上げるですね吊り上げて圧を加えて立ち上がるでこういう動きになります吊り上げる圧を加える立ち上がるですね、えー、縦側を描く時に1の運動じゃなくて12の運動が入るように長い縦側特にですね 伝説の浮き方ですす。す。け少し筆がねじれままり上がります立って書いて下から上に受けてきてここで筆をキュッと掴んでから釣り上げる沈める立ち上がるですねこれが基本形になりますので上から下下から上で受けてここでしっかり掴むというかしっかりこう筆先と腹ですねきっちり決めてから一回釣り上げてもう一度厚くる。まる、あ、こういう感じの書き方になりますやってみてください。